今日午前4時半ごろ、建物の2階から炎が上がっていると通行人から消防に通報がありました。消防や警察によりますと、火事があったのは磐田市高見ヶ丘の木造2階建ての住宅で、火は通報からおよそ1時間半後に住宅一棟をほぼ全焼し消し止められました。また消防によりますと、焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。この家には70代男性が1人で住んでいたとみられますが、火事の後連絡が取れていないということです。警察などで出火した原因を調べています。